あんたは？宿の娘です。あのパラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。清涼に通報したのか？通報？大魔師様がご一緒なのに？用があるなら大魔師様に言って。清涼大魔師、エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が清涼の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に。母親はアメノチ様の巫女、マヒナさん。娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは？はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も清涼に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が清涼の施設にいると？いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか清涼のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、大魔師様。エレノア、どういうつもりなの？親子の件は私が個人的に探します。それはいい。では何のことですか？私が清涼の計画を潰そうとしてるのに、なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの？私が故意に誤った方向へ誘導し罠にかけようとしていると？そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを、今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。清涼が表の道ならあなたたちは裏の道、表裏は違ってもたどり着く先は同じはずです。だから私たちに嘘をつく必要はないって？はい。真実があんたの信じていることと違ったらどうするつもり？今はわかりません。はっきり言うのね。けどもうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。何？クーマについてだ。お前前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか？知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか？あんたは気になるの？いや全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。けどシアリーズが私を選んだ理由は、
おそらく。まったく、ベルベットはエレノア様にきついでふ。正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰でふ。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天魔なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは浜のりイカスミひじきうどん。うん、わかりにくいけど、うん、わかる気がする。ふふーん、わかってくれたでふね。正反対な二人には共通点などないんでふ。という意味ではぶつかるのは仕方がないのかもしれないでふね。でも二人とも髪は綺麗だよ。心優しき大魔師様とクールなゴーマでふよ。エレノアだってビエン風には冷たいところはあるし、ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。エレノア様は人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でふよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。ほがらかに人と話をするエレノア様と無駄口は叩かないベルベットは同じでふか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ、ビエン。お主らも大概正反対じゃの。え？切り替えがありそうだ。クーハーで勝負。そこだ。フライテクション。そこで勝負。クリア。ブレイクブースト。ずいぶん変わった立ち筋に。行くわよ。そこだ。ブレイクブースト。とどめ。ブレイクブースト。二の肩。そこよ。足の下。クーハーで。かげつわる。てっけい。そこよ。かげつわる。描け。そこよ。全勝。そこよ。そこよ。無事だった。決着ですね。
油断せずに行きます。好きにさせる。空砲絶頂。そこよ。せいせい。そこよ。せいせい。空砲絶衝撃。そこよ。せいせい。そこよ。衝撃を受ける。ケルは空砲絶衝撃。そこよ。捕らえられない。ファイラル！やれやれね。Oh.
磯場が続くな。ナマコを踏みつぶさないよ、気をつけろよ。は？どういう注意よ。いや、ナマコを踏むとすごいことになるだろ。内臓がブジャドロッと。ええ、あれはちょっとトラウマになりますよね。まあ、あの内臓を塩漬けにするといいつまみができるんだが。あれを食べるんですか？ナマコ程度、今さら何でもないわよ。ナマコはともかく、サンゴはあまり踏むなよ。はい、サンゴも生き物ですからね。宝石になるお宝だからじゃないの？そういう意味じゃない。同じ磯場でもマクリル浜とこのマーナン海礁は形成過程が全く異なる。そういえばここは岩場に覆われてるよな。マクリル浜は海岸だが、このマーナン海礁は地下洞窟が浸食されてできた磯場だ。波に削られたってことですか？それもあるが、ほとんどは岩を溶かして食らう暴食テーブルサンゴの仕業だ。長く触れていると生き物も侵食されるぞ。へえ。なるほど、サンゴに触るとピリピリするのはそのせいか。そっちの注意を早くしなさいよ。切り替えがありそうだ。そこや、そこだ。こらえられまい。二の子と中で、そこにとどめ。ブレイクだ。こらえられまい。襲撃一刀。この距離なら外しはせん。ゼロの方吐く。音的退散。空砲絶叫。そこよ、空砲絶叫撃。撤退。そこよ、空砲絶叫撃。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。足元へ影詰まる。そこだ、くらい。そこに呪い。ジェイダー、ブレイクブースト。空砲絶叫撃。次は誰です。邪魔するなら始末する。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。尋常に勝負。効果で影詰まる。呪い。炎月輪ジェルスト。そこだ、食らい尽くす。呪い。ジェイヤ、逃しはしない。サンダーブリッツ。烈光陣。そこだ、食らい尽くす。呪い。ジェイヤ、烈光陣。逃しはしない。サンダーブリッツ。ジェイヤ、そこや、そこだ、呪い。ジェイヤ、そこや、呪い。ジェイヤ、お話にならんな。ヘヘー、強敵じゃぞ。誰もせん。そこ、そこだ、食らい尽くせ。逃しはしない。サンダーブリッツ。誰もせん。散々滅体陣。数日、決めろ。クソ。
円月輪せーのやっそこやそこだ食らい尽くす円月輪そこやとどめラバミーレーザー呪い空砲絶衝撃そこだ食らい尽くすせーそこや呪い効果陣そこやそこだ食らい尽くすとどめラバミーレーザーせーやせーそこや呪いそこだ食らい尽くすそこや呪いせいやラバティレーザー次容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペイン邪魔よブラッタネネクロイン風神君そこやそこだ食らい呪いせいやブレイクルード捕らえられないせいスキルザンベスタイティ風神君そこだ食らい尽くせ好きにさせ捕らえられないとどめブレイクルード片付いたみたいね行くわよ。切り替えがありそうだ。せっそこやそこだ。ブレイク。守れクロリ。せっとどめ。ブレイクブースト。呪い。や。鎧の二の肩封じ。貫け力を持ってせられるそこだ手に行けます描く早急そこへとどめブレイクブースト二の肩しまった烈光陣捕らえられまい捕らえられまいせいせい烈光陣せい空砲絶衝撃そこよせいガンダムベスト一呪い風神くんそこよ守れクロトそこだクレイスカルそこよとどめブレイクブーストせいそこよ好きにさせん二の肩豪華で影すばるそこだクレイスクス影すばるレイソン空戦せい影すばる光るしまっ今じゃ伸びろ伸びろ強欲転職せっそこよせっそこよ呪いそこよ食らい尽くすやられるわけにはいかない。ライフゼット、クワブトのお世話はちゃんとしてまふか？うん。クワブトは夜行性だから、毎日寝る前に餌をあげてるよ。それで、いつまでクワブトのままにしておくんでふか？新種の虫だから、カブとかクワガタか、断定するのは難しいところなんだよね。というか、ビエンフーも虫が好きなの？もちろん、カブトもクワガタも好きでふよ！男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。
で、どっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でも、さっきマギルー姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したら、クワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか？え？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて、男のドリームじゃないでふか。それに、この判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると、姉さんが言ってたでふ。お願いでふ。僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら、うん、いいよ。この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとでふ。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。マギル姉さんが言うには、虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか？試してみるか。いえ、遠慮しておきます。鼻炎風やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったでふか。でも男に二言はないでふよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ。自己責任だ。僕が判別するデフ。うふぅおぉおぉおぉビエーンショーバートスミール。鼻炎風が目を開けたまま気絶してる。しっかりして鼻炎風。姉さん、羽の匂いを嗅いだら鼻が爆発したデフ。なんか悪夢を見てるみたいだね。むむ、わしの魅惑の腰つきに棒の視線を感じるわ。ごめんなさい、つい気になって。その腰についてるのは何の本なの？よう聞いた。マギルー草書全5巻の秘密、棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙？乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本？一開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へえ。重ねた記事には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。どれもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心は底知れぬの。どうじゃ、見たいか？すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいと、おい？マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。そんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっと、ライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃって。坊の思いをお主が止める権利などないぞ。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公序良俗に反する恐れがありますよ。魔女に公序良俗を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって。本とベルトのつなげ方をよく見たいから。あ、はい。
ねえマギル、腰の本なんだけど、押し花に使う重い本って何の本なの？棒の好奇心はムクムクじゃの。重い本に引っかかった棒だけに教えてやろう。押し花用に使っておる重い本は美縁風作のポエム集なのじゃ。美縁風ってポエムを書く趣味があったの？あやつは凡霊界随一のポエミスト、ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないでふう。まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。押し花にはぴったりの重さじゃろ。心にしみるの。マギル、悪い顔になってる。
短いリーチは踏み込みで埋める。懐に入られてもいいよう体術も鍛えます。伸び縮みできるから特に気にせんわ。成果を確認してくれ。あ、なんかたくさん見つかった。探索船バツビオ。どうだ、何か感じるか、ライフセット。うん、清涼の施設の方角、さっきより強くなってる。これは、ゴーマ。噂のゴーマかの、派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。
窓の外、海だよ。ここは水の聖主アメノチを祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんか、アイゼンの説明、全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは、疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祀り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの御座に確かにカノヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。
切り替えがありそうだ。効果でガンザムレックの肩身ネコーニー参加ジャッジ容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルスピン足のガンザムレックガンザムレックの肩身ナイスガネリョック呪いレイヤーネットブリ参加ジャッジ手に届いへん。参加ジャッジそこだ。クワイ参加ジャッジレイヤーとどめバランスプレイヤー。ガンザンメッドイッそこだ。クワイクスバル影スバル呪い4の数目全員に届け全員に残すそこだ。クワイクスバル呪いクリア切らなきゃよ。ゼロインパクト捉えられまい捉えられまいそこだ。クワイクスバル呪いとどめ得意スバル鎧の。さあ先に進もうぜ。